今回ですねあの今風邪ひいてるんですけども、まあ、風邪ひいたからこそですねちょっとコンテンツ、まあ、動画コンテンツっていうのを作りましたので、まあ、参考に聞いてみてくださいよろしくお願いいたします今あの風邪ひいてて4日目ぐらい経つんですけども、まあ、声ガラガラでですねあの結構家で寝てたりとかいつもあの作業したりとかあのカフェ行ったり、まあ、なんだろうなファミレス行ったりとかして時間潰してたりするんですけども最近もう風邪ひいてて家にいて甲子園とか見てたんですよずっと。 であの甲子園見てても結局お金が入ってくれば生活できると思うんですよ、風邪ひいてても結局生活できればいいと思いますし、例えば風邪じゃなくったとしても、例えば怪我したとか、ですね何かあの病気になってしまったとか、やっぱりあの風邪っていうのもいきなり来るじゃないですか、僕もいきなり風邪になってです、ね、あの声がラガラになって体調悪くなって、もう何もやる気起きないみたいな感じになってたんですけども、あのそれでもですね毎日お金って入ってくるんですよ。 実際にあの自分が風邪になった時とか会社を辞めた時とか働けてない時にあのお金が入ってくる仕組みっていうのが一つでもありますかとか利用してますかっていうことをちょっと伝えたかったんですね。で今風邪をひいててもお金が入るっていった形でこのマインドマップで作ったんですけどもやっぱ風邪をひいててもお金が入る仕組みっていうのは今インターネットっていうのが世の中ですごく普及してますのでいろんなジャンルでお金が入る仕組みって作れるんですよ。 僕であれば、今ですね、物販ですよね。eBay もやってますし、あの、ヤフオクも出品してますし、メルカリも出品してますね、今。メルカリとかヤフオクっていうのは、例えば自分のいらない服であったりとか、小物とか、なんだろうな、いらない、まあ、不用品ですよね。こういったものをですね <laughs>、すいません。あの、売ってますので、eBay で売れなく、まあ、eBay は毎日お金入ってくるんですけども、一応、ヤフオクとかメルカリのプラットフォームっていうのも使っておりますので、 なこれ全部無料でで使えるんですよだから使わな,使わない使,う使わないよりは使う方が絶対いいと思いますのでだそれだったら数を引いててもお金が入るですねあの仕組みプラットフォーム使いましょうってことですよねあとアフィリエイトも今やってますので自分のブログ持ってますし自分のサイトっていうのも複数ありますのでトレンドブログっていうのやってないんですけども、まあ、ブログだと例えばアフィリエイトリンクから商品貼ったりとかあとは 自分のサイトのところにですね、何だろうな、自分の商品作って貼るとかですね、それもアフィリエイトですので、アフィリエイトっていうのもやっぱりインターネットで使えますので、24時間ですね、あの勝手に営業してくれますので、これもあの風邪ひいてても何してても遊んでてもお金が入る仕組みっていうのをですね、やっぱりあのたくさん持つのが非常に重要なんですよ。で、YouTube っていうのも僕今やってるんですけども、 もう200本近くですね限定動画とか合わせると配信したんですけどもこれもやっぱり自分が寝てても何してても勝手にさ動画が再生してくれますのでこれもやっぱり何をしてなくてもですねお金が入る仕組みっていうのがあるんですよ。これもあの広告収入はまだつけれないんですけども例えば僕であれば自分の商品を紹介したりであったりとか まあそれぐでもですねやっぱり YouTube 経由から購入しましたっていう方も中にはたくさんいらっしゃいますのでこんな感じでですねこれ無料で全部これ無料で使えるんですよ共通して言える部分は無料で使えてパソコンさえあればあの特に何だろうな技術もなくですね使えちゃうものになっておりますのでこれ誰でも簡単っていうかもう誰でも使えちゃいますのでちょっと慣れてしまえば。 ですので自分がん風邪ひいててもですねあの寝ててもあのインフルエンザの時でもですねお金が入る仕組みを作ってしまってであの少しでもですね、気分的にも楽になった方が生きていく上で絶対にあのお得だと思うのでぜひあの利用してみてくださいで僕も今風邪ひいててですねそれでもまあ今日でもいくらぐらいだの多分1万2万円ぐらいとかは入ってきてると思うので まあ、仕事してなかったとしても風邪ひいて寝てたとしてもお金も入ってくるので、まあ、ちょっとやっぱ心に余裕持てますよねそれだと、まあ、そんな感じでですねあのお金が入る仕組みっていうのをどん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 作っていきましょうありがとうございます